オナガザメは、ネズミザメ目、オナガザメ科に属するサメの総称。オナガザメ科は、オナガザメ属、アラピアス一属のみを含み、2り8割魔王長の3種で構成される。全世界の熱帯から、温帯、また亜寒帯海域まで広く分布する。全長の半分を占める長いオヒレにより、他のサメと見間違えることはない。大型になり、 最大全長は3メートルから7メートルを超えるものまである。繁殖様式はいずれも体勢でネズミザメ目に共通して見られる卵食型である。主に外洋を回遊し、非常に活動的である。インド洋から太平洋および大西洋、地中海といった熱帯、亜熱帯、温帯の広い海域に生息し、主に外洋の表層を泳ぐが、 沿岸の珊瑚礁周辺に出現することもある。八割は外洋の中層を好む。マオナガはアカ帯でも確認されている。マオナガと八割は航海では確認されておらず、似たりは大西洋と地中海では確認されていない。また、オナガザメ族はいずれもペルシャ湾で確認された例はない。オナガザメは内温性を備え、体温を海水温よりも高く保つ。 人に対しては攻撃的でない。むしろ海中では警戒心が強く近寄ることさえ難しい。マグロハイナワなどで混獲され、肉やヒレ、脊椎骨、皮、肝油が利用される。体の半分ほどを占める極端に長い尾ヒレが特徴である。その長く伸びた尾ヒレにより多種と見間違いようがない。魚の尾ヒレは上半分を常用。 下半分を下はと言い、サメ類では大抵上用が長くなっているようであるが、オナガザメ族では、上用の身長が、とりわけ著しく、胴体とほぼ同じ長さかそれ以上になる。尾の付け根の筋肉が発達しており、マグロやカジキ、サバなどを切り裂いたり気絶したところで食す。オナガザメ族3種の中で最も大きくなるのは、マオナガエーベルプイネスで、全長7.6メートル。 体重3 4 8キログラムの記録がある。ただしこれは全長なので、この個体の体長は4メートル程度である。2番目に大きいのは8レエスパーシリオススであり、全長4.89メートルに達する。最も小さいのはたレーパラガカスで、全長3メートル程度である。配色の体色は、灰色から黒色、褐色あるいは青色で、 金属光沢がある。腹側は白色。蜂割れは主に深層に生息しているためか、背色は茶色の体色を持つものが多い。肉色性で長い尾ひれを無知のようにしならせて、海面を叩いてイワシなどの小魚や、頭足類、甲殻類を水面に近いところに寄せ集め、群れごと一気に捕食すると言われている。 尾ひれは獲物を叩いて弱らせて捕食するためにも使われるとされる。複数の個体で共同して水面を叩き魚群を追い詰めて捕食するという行動が漁業者を通じて複数例目撃されていると文献に書かれていることがあるが学術的に確認された例はない。マオナガは特に遊泳速度が速く活発で時には水面から完全に全身を出すほどのジャンプを行う。 こうした行動は、イルカやアオザメにも見られ、ブリーチングと呼ばれている。体制。子宮内の胎児は、自身の卵黄の栄養分を使いある程度まで、成長した後、子宮内に排卵される未受精卵を食べて、大きく育つ。卵食型とは、このように、未受精卵という形で母体から胎児に、栄養供給を行う体制の繁殖様式を指し、ネズミザメ目では、 ほとんどの種で確認されている。オナガザメのメスは1メートルに成長した子供を一度に2から4ビ産む。寿命はおよそ20年。8割では成熟にオスで7から13年、メスで8から14年かかる。多くのサメ類と同様、成熟に時間がかかり、産む子の数も少ない。ゆえに、急激な個体数の減少は、種の絶滅につながる危険がある。 広大な海洋に生息する生き物ゆえ、その個体数を把握するのは容易でないが、漁獲等により確実に数を減らしているものと思われる。オナガザメ科アラピーデイは、オナガザメ属、アラピアス一属のみ。オナガザメ属は、以下の三種を含む。仮名、アラピーデイと、俗名アラピアスの由来となったギリシア語のアロペックス、とは、キツネの意。これは、 キツネのように尾が長いことから命蹴られたと考えられ、英名でもシーフォックスの故障がある。日本でもキツネブカと呼ぶところがある。英名ではスレッシャーシャークが一般的。日本ではこの3種は混同されていることが多く、特にマオナガとニタリは相互に同じ故障で呼ばれることも多い。すべてオナガザメと呼ばれることが多い反面、地方、 地域によって様々な故障で呼ばれており、別称の総数は、オを長で25種、似たりで20種、8割で5種を数える。前述のように外洋性であり、海水浴やスクーバダイビングなどで遭遇すること自体が稀なので、人が襲われるなどの事故を起こす可能性は低く、オナガざめ類によるとされる人間への襲撃の記録は、ほとんどない。 ただし大型個体は危険な可能性があり、注意を払う必要がある。ハエ縄にかかった魚を食害するとして、漁業者には嫌われる。動きが活発なため、スポーツフィッシングの対象魚となっている。ニタリは沿岸域を遊浴していることがあるため、レジャーダイビング等で目撃されることもある。長いおひれを持つその姿は、優美とされ、ダイバーの憧れの魚の一つである。 アメリカ海軍の潜水艦には、スレッシャーの名が命けられた艦が存在し、原子力潜水艦の艦名にも使われているほか、シーフォックスも潜水艦の艦名として命名されている。肉は元より皮やヒレ、艦を利用するために漁獲される。肉は切り身にして焼いて食されるほか、練り製品などに加工され、胸ビレはフカヒレとして利用される。皮は比較製品となる。 マオナガの肉が最も美味であり、煮たりはやや味が劣るとされ、8割は他の2種に比べて上質の勧誘が得られるとされる。ありがとうございます。